あまりの暑さのせいでしょうか、熊谷駅前にはほとんど人通りはありません。駅前のロータリーでは日陰で暑さをしのぐ方やタクシーの窓にうちわや新聞紙を貼り暑さをしのいでいる方もいらっしゃいます。今日が一番暑いです。この体感的にも焼かれる感じで暑いです、はい、上から下まで全部日焼け対策です。熊谷市では午前11時半には 36.6 度に達しました。この後午後10時頃まで30度を超えた状態が続くため夜間の熱中症にも注意してください。